魔法の駄菓子屋チロル堂の吉田田隆と言いますよろしくお願いします、えー、このチロル堂なんですけどもどこにありますあるかと言いますと、えー、奈良県の生駒市にありますでちょうど1年ぐらい前にオープンしたんですけども、えー、実は魔法の仕組みにより、えー、連日子どもたちが集まって、えー、駄菓子を食べに来たり遊んだり宿題をしたりなど えー、子たたちのままり場となってますで、えー、普通の駄菓子屋と何が違うのかというと、えー、入り口にガチャガチャがあるんですけども18歳以下の子どもたちだけが回せるガチャガチャになってまして、えー、このガチャガチャを200円を入れて回すとカプセルが出てくるんですけどもその中にはチロル札と言われるものが入っていますチロル札は、えー、1チロルで100円分の駄菓子を買うことができます、えー 1>, 1枚入っているだけではなくて、運が良ければ2枚、3枚と入っていることもあるんです。で、そのチロル札を使ってですね、チロル札1枚で100円分の駄菓子が買えるだけでなく、300円のポテトフライも買えますし、500円のカレーを子供は 1, 1チロルで食べることができます。まあ、それが魔法ということなんですけども、この魔法っていうのがですね、大人たちの寄付によって成り立っているんですけども、 大人たちが寄付することや支援することをチロル堂ではチロルと呼んでいます、えー。チロル堂は駄菓子だけでなく、大人用のお弁当やカレー、コーヒーなどのメニューも販売していて、これらの代金を大人が支払うことで、えー、一部をチロルことができて、えー、子どもた,たちがワクワクするような魔法に変わります。でえー、チロの、えー、内容というのは、 えー、そこでコーヒーを飲むなどの商品購入だけではなくて、お米や野菜などのものを、えー、本当に沖縄や北海道からチロってくれる人たちがいるんですけども、支援のチロが、えー、あるんですね。で他にも、えー、過去には絵本の読み聞かせのチロとかですね、ワークショップをチロるみたいなこととか、えー、英会話を教えるみたいな、そういうスキルをチロってくれる人たちもいます。えー、これ創設メンバーになるんですけども、えー、僕、a t e l エ e r t っていう。 クリエイティブのスクールをやっている吉田田隆です、えー。他には福祉、えー、をやっている、えー、石田さん、そしてデザイナー,、えー、東吉野の方でオフィスキャンプっていうのをやっている坂本さん、そして子どもたちの支援をやっている溝口さんという、この4人が集まって、えー、始まりました。チロル堂がやっていきたいこと、子どもたちを、えー、大人が支えられる仕組みと、共助の関係性が生まれる場所を作りたいと思っています。 えー、子供ここ大事なんですけど、困ってる困ってないに関わらず、えー、みんなで過ごすことができるたまり場になってほしいと思っています。まあ、今、なっていますで、えー。大人は、売買だけでなく、えー、分けるということですね、町、えー、と主体性に関わることで、精神的に豊かになるということを体験できる場になっています、えー。大切なことは、 寄付をしてあげるという感覚ではなく、みんなで一緒に楽しもうという気持ち、チロル堂の活動を通して、地域で子育てをする、共助の関係性、文化を一緒に作っていきたいと思っています。ただし、大前提として、チロル堂は、楽しくて面白い、不思議な駄菓子屋であることが大事です。これはなんか、福祉の場とか、ボランティアの場とか、えー、ではなくて、あくまでも駄菓子屋で子どもたちが自由にやってきて、えー、たまり場になっているということが大前提です。 そして、えー、チュロルド酒場なるものが、えー、最近、えー、週末には行われてまして、そこでビール一杯飲んでもそれがチロに変わります。まあ、そんな感じです。ありがとうございました。